それでは、杖という武器について解説をしたいと思います。杖というのは4尺2寸1分の丸木の棒であります。本来空手の中には杖は、行われるところは少ないんですが、極真館として、杖を積極的に取り入れるということで、稽古することになっております。杖というのは、歴史に出てくる宮本武蔵と戦った武僧権之助という人が編み出した武術であると言われています。短い棒ではあるんですが、槍であったり薙刀であったり太刀であったり、いろいろな武器の要素を取り入れて、行う武術ですので、非常に空手には役立つ武術であると思います。武器だけではなくて体さばきに非常にですね、効果がありますので、極真空手のみならず、いろんな武術をやる人にとっては非常にいい武器であると思います。稽古は、このような棒と木刀を用いて行います。また足さばきをよく訓練するために、もしできれば袴を履くことがおすすめだと思います。稽古着で行っても別に構いません。それでは具体的な技術の解説を行います。